さあ皆さんこんにちは、純喜です。今回テスラに続き2台目としてフェラーリカリフォルニアを購入いたしました。この車がどんな感じなのかとか、ドライブの様子、なぜそしてこういう車を買ってみるのか、その理由についてお話しいたしました。興味のある方ぜひ見てください。それでは参りましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。社長、今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。なんか社長、車買ったって聞いたんですけど。あ、そうなんですよ。おぜひ今回は、はい、その車をぜひ紹介したくて、はい、まあ、翔太さんにぜひ来ていただけたらなと思ってお呼びしたのが今回の経緯になりますが。あ、くー、これフェラーリですか。フェラーリ来ました、ね、いやー、はい、真っ赤ですね。真っ赤ですよね。いい色ですよね。いやいや、めちゃめちゃいい色ですね。やっぱフェラーリは赤かなっていうふうに思っていて、それでこの色を選びました。綺麗ですね。はい、ありがとうございます。ですね、そういうふうに言っていただけて光栄です。またまた買っちゃったんですね。そうですね。これあのフェラーリのなんていう車種なんですか。これはカリフォルニアっていう車種ですね。あ、カリフォルニア。はい、フェラーリの中でも、まあ、4人乗りができる車種になります。4人乗りなんですね。そうなんです。乗ってみますか。あ、いいんですか。もちろんです。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。社長、ちょっと周り見せてもらっていいですか。もちろんもちろん、いいですよ。ありがとうございます。かっこいいですよね。いや、かっこいい。羽馬のエンブレムがねついていて、ナンバーちょっとだいぶ下にあるっていう。本当ですね。ちょっと擦っちゃったんですよね、ここね。あの、へこんでるんですけど。テスラと同じ野菜ナンバーです。私は野菜が好きなので。あ、これも831なんですね。そうなんです。8月31日は全く何も関係ないです。野菜号ですね。じゃあ野菜好きですから。あの、テスラが黒だったらナスビみたいなもんで、こっちは赤だからトマトみたいなもんで。トマトなんですね、これ。じゃあ、いやいやいや、大丈夫です。ホイールかっこいいですね。いいですよね。これもかっこいい。私もこれ見て、うわ、かっこいいなと思って。真ん中にね、フェラーリの羽馬ロゴが入ってるし、後ろもね、やっぱかっこいいですよね。かっこいいですね。さっき4人乗りって聞いたんですけど、フェラーリって2人乗りのイメージがあって。そうですよね。はい、うん、まあ、2人乗りがやっぱ多いと思うし、そのエンジンも結構後ろに積んである車、ビートシップっていうんですけど、その後ろにエンジンを積んである車で、2人乗りツーシーターの車っていうのが主流なんですけど、やっぱ、まあ、秋田でやっぱ皆さんと一緒に乗りたいじゃないですか。ってなったら、やっぱ4人乗りしか選択肢に入らないなと思って、今回この4人乗りのフェラーリを乗りましたよ。素敵ですね。はい、ありがとうございます。ふきふきしてるけど、はい、こんな感じ。あんまりこうスマートキーになる前のフェラーリなんで、ちょっとそんなあの最新設備感はないんですけど、これをまず挿します、回します。そしたらイグニッションがオンになって、まあ、車の電源が入ります。 ETC カードが設定されましたみたいな感じになりましたけど、はい、で今システムチェックが最初に入るんですよ。それが終わったらエンジンをかけることができます。はい、はい、エンジンをかけるときはブレーキペダルを踏みながらエンジンスタートボタンを押す、はい、うおー、すっごい重低音ですね。そうですよね。すごい。そんなに臭くはないでしょ。いや、本当ですね。うん、フェラーリだ。いや、いいですよね。いや、すごいですね。このエンジン音を求めて、やっぱ若者が夢を追いかけていくんでしょうね。かっこいいですね。うん、じゃあ参りましょうか。はい。そう、出発お願いします。はい、行きましょう。はい。これね、上も開くんですよ。開くんですかこれ。はい、ちょっと止めてやってみましょうか。え、オープンか。そうですよ。最高じゃないですか。最高なんですよ、ね、やっぱまあね、あの4人乗りとはいえ、とはいえですけど、さっきシート見たじゃないですか、はい、まあ、なかなか大人4人がこう乗ってゆっくりできるかって言ったらできないんですよ、はい、まあ、なのでやっぱね、上を開けないと、はい、おー、トランスフォームみたいな。トランスフォーマー。いやー、うわー、すごい、はい、開放的ですね。いいですよね。こうなれば多分後ろに座っても全然大丈夫だと思うので、行きますか。はい、
速い速い速い。でもめちゃめちゃスピードのなんか体感ありますね。いやいいですよね。いや気持ちいい、半端ない、やっぱこの村の、ね、自然とね、はい、一体になれる感じがいいですよね。本当ですね、うん、この緑の景色に、この緑と一緒に真っ赤が映えますね。真っ赤が映えますよね素晴らしい、うん、純喜さんは、うんうん、なんでフェラーリ買ったんですか？若者に夢与えるためっていうのが一番大きいですね。やっぱ、まあ、テスラももちろんいいんですけど、はい、やっぱフェラーリって成功者の象徴というか、いやそうですね、なんかもう限られた人だけが乗れるものじゃないですかそうですね、ザ・成功者って感じですね、うん、やっぱ努力してった先にこういうものに乗れるんだとか、はい、やっぱ望んだものは手に入るんだっていうものをやっぱ背中を持ってこう見せていきたいなっていうのがあって、これをやっぱ買いましたね。まあ、正直そのやっぱ維持費もかかるわけだし、はい、まあ、自分にとってもやっぱ身の丈に合った買い物かというと、まあ、ちょっと疑問符が湧くような買い物なのかもしれないんですけれども、はい、まあ、やっぱそこはリスク取っていこうと思ったわけですよね。かっこいいですね。ありがとうございます。まあ、私も、まあ、24で、まあ、新卒で社会人になって、はい、まあ、そこから2年で独立してフリーランスになって、はい、まあ、そこからいろいろこう苦しい時期を乗り越えていったんですけど、まあ一時期はもう本当にお金なくて、まあ要はフリーランスってやっぱ売り上げが立たなければ収入ゼロなんですよ。でなんで月に売り上げ100万上がる時もあれば、ゼロの月がやっぱ3ヶ月4ヶ月続く時もあって、だから実際にこうサラリーマンとして働いている時よりも、まあ、むちゃくちゃ収入についてはかなり困ってた時期だったんですよね、その時って。うん、だからお金がないから昼間はこう何でしょう、まあ、派遣でアルバイトみたいなことをやって、で夜はこう倉庫に行って洋服のピッキング、あの、はい、ザラとかってあるじゃないですか、はいはい、で皆さん洋服ザラとかで注文したりすると、はい、ほらちゃんと届くじゃないですか、はい、ちゃんと自分の注文が注文票に入っていて、はい、で洋服が丁寧に包まれて段ボールに入って届くじゃないですか、はい、あれって誰がやってるかって言ったら人がやってたんですよね、その時って。今はロボットになってるところあると思いますけど、はい、その当時は要は人がやってたんです。それを私バイトでやってて、時給1200円ぐらいでしたね。純喜さんがバイトやってたんですね、はい、やってますよ、それぐらい。そうなんですね、やってましたね、普通に。それ26ぐらいだから、今から7年前ぐらいですか、はい、だからそういう時期もあって、でなんかまあもう苦しいなっていうふうに思ってたんですよね。頑張っても報われないのかなとかっていろいろ思ってた時期もあって、はい、でもその時に知り合いの経営者にお話しさせていただいた時に見せていただいたのがこういうフェラーリだったんですね。でその時に私はうわいいなって思ったと同時に、いや頑張ったら私もこういうものに乗れるのかもしれないなって少しでも思ったんですよ、はい、でその時から目標設定をして、はい、あだったら頑張ろうって思ったんですよね。っていう経緯があって。そうだったんですね。え、うん、じゃあ有言実行ですね。まあ有言実行、そうですねまあ目標設定をして、まあ、そのために頑張ってそれを手に入れたっていう感じですよね。すごい、うん、やっぱ人生そんなに長いわけじゃないし、だから死ぬまでにやりたいことリストみたいなものが私にもあって、はい、でそのうちの一つがこのフェラーリに乗るっていう夢だったわけですよね。素晴らしい、まあ、それがなんとかこう叶えることができて、まあこういうふうにできたのもやっぱね、やっぱ皆さんのおかげだと思うし、うん、これまで私をまあ育ててくれた方々、まあ、もしくは一緒にこう仕事をしてくれている、まあ、エンジニアの皆さんのおかげだと思ってますよ。すごいですね。僕もちょっとこういうのを変えるように。あ、ぜひ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 頑張りましょう、ぜひ。はい、はい、いや、純喜さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またドライブ行きましょう。はい、そして視聴者の皆さん、今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。